皆さんこんにちは、はるかです。今日はですね、これから映画を見に行ってきます。公開してからだいぶ時差がある映画なんですけども、ジョーカーを見に行ってきます。始まるのが大体9時とか10時とかなので、ほぼほぼレイトショーみたいな感じですけど、楽しんでいきたいと思います。あとはね、もちろんその映画の内容っていうのは見せられないんですけど、映画館の雰囲気だったりとかをね、楽しんでいただければ嬉しいなと思います。で、動画の後半では私がおすすめするネットフリックスとかと、まあ普通の洋画をも紹介していくので、そちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。Can we get two for the Joker, please? Good choice. Where would you like to sit? You can sit on all the colored spots. Where do you want to do? F2, 3. 1 and 2. I don't want to be that close to this. Oh, it's a, oh, okay, this is screen. Okay, get them. That'll work. Yeah. Yeah. Many ones on this. Okay. ね、やばくない？これでスモールだよ。ジョーカーはね、考えさせられるものがあって、もちろん見た人見てない人いると思うんですけど、私はそのアーサーっていう主人公がジョーカーになるまでの過程にもすっごく、なんとも言えない重いものがあったなと思います。自分って何のために存在してるんだろう、もうどうにでもなれっていうところから、なんかこうジョーカーになるスイッチが入った気がしてるんですけど、なんともこう言葉にはできない映画でしたね。私もう一回見たいなと思います。なんかこうシーンによっていろんな読み方ができてしまって、見た後に久々にいろいろ議論ができる映画だでもありましたね。あのシーンは現実だったのか、それともアーサーの妄想だったのかとか、なんか映画の中で一番おかしかった人っていうのは実はアーサーじゃなくてアーサーのお母さんなんじゃないかとか、本当になんか正解がないぐらいいろんな読み方ができる映画だったので、もう一回見たいなと思ってます。それでは私が好きな洋画だったり、ネットフリックスで見れるものだったりを紹介していきたいと思うんですけど、ちょっとね、本数がこれでも絞ったつもりだったんですけど、本数が多すぎてとんでもなく長い動画になってしまう気がしたので、前半と後半に分けて紹介していきたいと思います。で、まず前半はネットフリックスで見れるものを中心に紹介していこうかなと思います。あと、まあ事前にっていう感じなんですけど、私はあんまりこう SF、 スターウォーズとか、あとアバターとか、なんかそういうのがあんまり好きではないので、私がこれから紹介するものは比較的物語系とか、あとノンフィクションが多いかなと思います。まあ事前にね、一応本当ね、映画って好き好み分かれるので、なんかあ、これ面白そうっていうのだけかいつまんでもらえたら嬉しいなと思います。まずはですね、オーシャンズ8。これはね、多分アメリカのネットフリックスは見れないんだけど、日本のネットフリックスだと見れるはずです。後半で紹介する映画にはファッション系のものが結構いろいろ入っていると思うんですけど、その中でメットガラに関する映画も紹介しています。で、オーシャンズ8っていうのはそのメットガラが舞台になります。毎年5月初めの月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で、アナ・ボーグ編集長のアナ・ウィンターが主催の、メットガラっていうファッションの祭典が
開かれるんですけど、もうそこには本当にもうみんな知ってるセレブがいろんなこうデザイナーとタッグを組んで本当に綺麗なドレスを着てレッドカーペットを練り歩いてっていう祭典が毎年あるんですけど、オーシャンズ8ではそれが舞台になります。あの史上最強の犯罪集団って言われたオーシャンズっていうグループがあって、そこのリーダーがダニーっていうんですけど、その妹のデビーがあのこう刑務所から出てくるタイミングがあって、そこからその映画はスタートするんですけど、そのデビーは刑務所にいる時から次の盗みの計画を立てていて、それがメトロポリタン美術館に忍び込んであの宝石を盗むっていう計画だったんですね。実際にあのウィンターも出演していて本人役で、なんかねとってもリアルな映画だったなと思います。作品のテンポもいいのでとてもおすすめです。2本目はアバウトタイム。本当に心が温かくなる映画です。もう何回見たかわからないくらい。タイムトラベルもので、主人公がティムっていう青年なんですけど、あの彼が21だったかな、21の誕生日の時に、彼の一家の男性陣はみんなタイムトラベルする能力が実はあるんだよっていうことをお父さんから知らされて、最初はティムもはっていう感じだったんですけど、でも実際やってみると本当にできちゃって、そこからこうタイムトラベルを繰り返していくお話なんですけど、あるタイミングで彼にメアリーっていう好きな人ができたんですね。でその恋を成就させるために、もう何回も何回もあの失敗するたびにタイムトラベルを繰り返して戻って物事を成功させてっていう感じで、彼女との結婚までこぎつけます。で子供も生まれて、いろんなことをこうタイムトラベルで解決させてきたティムなんですけど、あのただどんな人生にも起こりうる大変なことっていうのは、そういう能力を駆使して回避しようとしても不可能であるっていうことにだんだんティムは気づいてきて、でそこから本当の愛は何なんだろうとか、幸せって何なんだろうっていうところをティムは考えるようになっていって、この映画のサブタイトルが愛おしい時間についてっていうサブタイトルなんですけど、本当にその通り、見終わった時に本当に月並みだけど毎日をこう大事にして生きていきたいなって思えるような映画です。3つ目は Netflix シリーズの You。 どこかの動画でもちらりと紹介した気がするんですけど、本当に面白いです。あのいろんな人にこれ見てこれ見てってこう勧めると、みんながドハマりして帰ってきます。しかもぶっ続けで見たって言って帰ってきます。シーズン1、2って今はあるんですけど、基本的には主人公のジョーが一目惚れをして、その人について SNS で調べまくって、でその人に接近していくっていうところから始まるんですね。で案の定ストーカー化していくんですけど、なんかね彼の中にはその一目惚れした彼女を守らなきゃいけないっていう変な信念があって、そのために彼女の周りにいる例えば友達だったりとか同僚だったりとかを調べて、あこの人は危ないぞってジョーが勝手に判断して、であの結果的に殺していってしまうんです。シーズン1はニューヨークで、最近出たシーズン2は LA が舞台になってるんですけど、私はねニューヨークの方が好きでした。なんかね説明これ難しいんですけど、ただ単にニューヨークの街の方が好きだったっていうのと、あとなんかシーズン1の方が切迫感あったかな。シーズン2になってからジョーがすごくコミカルになった気がして、私はねシーズン1の方が好きでした。でねシーズン2 の, あのジョーが LA について、最初の方の話でジョーが LA について説明するシーンがあるんですけど、 LA っていう街の彼の勝手な偏見なんですけど、それがねその説明が本当に秀逸で、あの私も LA の街に関しては彼と同じイメージを持ってますので、そこもちょっとねあの見てみてください。ちょっと面白いです。そこはあの本当とにかく面白いから見てください。みんな面白いって言って帰ってくるんで。次は心のカルテっていう作品です。リリー・コリンズが主演で、私リリー・コリンズ本当に好きなんですよね。でねこれをねこの作品を問題作だっていう風に取り上げるところも少なくなかったみたいで、あのその作品がネットフリックスで見れるんですけど、その作品が始まる前にあの注意書きが出てきます。なのであこれ見てられない人もいるだろうなとは思ったんですけど、でも私的には好きだったので紹介します。摂食障害、あの拒食症の
人がそれを克服するまでのストーリーが書かれてるんですけど、もうね、食べるのってどうやるのっていうくらいまでもう食べ物を口にできなくなってしまって生死をさまよってしまうところまで行きます。でそれを治すために若者向けのグループホームに入るんですね。でそこで自分と同じようなあの悩みを抱えた人と一緒に暮らしていってっていうあのヒューマンストーリーです。もうリリー・コリンズも本当にもうそのものみたいに痩せてしまっていて、ちょっとこう見るには辛いものがあるところもあったんですけど、でもこう重くそれをずっと重く描かれてるっていうよりかは、なんかこうリズミカルに進んでいってくれたので結構私にとっては見やすかった方ではあるんですけど、あのその中でリリー・コリンズがそのグループホームに一緒に住んでた男の子から告白されるシーンがあるんですけど、愛してるって口に出す人は自分に酔ってるだけよっていう言い放つシーンがあるんですけど、告白してくれたのに対して、まあでも なんとなくねそれを言う意味もなんとなく、わかるんですけど、どんな人にだってどんなにこう楽しそうに人生生きてる人でも、なんかその人が絶対一人でこう向き合っていかないきゃいけない孤独だったり苦しみだったりっていうのはね絶対あると思うんですよね。あの遅かれ早かれみんな絶対どっかのタイミングであるんだと思うんですよ、そういうのって。だから向き合っていこうと思いました、この映画を見て。結局やっぱね自分で解決していかなきゃいけないんだなって思いました。あのこの作品の中にお医者さんが出てくるんですけど、そのお医者さんの考え方が好きでした、現実的で。で5本目はクレイジーリッチエイジアン。なんか全然今までの映画のトーンと全然違うんですけど、あの面白かった、とっても。アメリカで移民として育ってニューヨーク大学の教授まで上り詰めた女性が、あのシンガポールですごく有名なお家出身の男性と出会って恋愛をして、でそこに嫁ぐか嫁がないかっていうところがあのメインの話になってくるんですけど、この映画はね本当にいろんな面白さがあると思うんですけど、私的にはですね、あの文化の違いがとっても色濃く描かれてるような気がしていて、そこがとっても面白かったです。女の人がキャリアを持つ vs 家を守る美学みたいな、そこに対するその西洋と東洋の考え方の違いみたいなのも一つのテーマだった気がしていて、面白かったです。私はですね、あの主人公の友達、名前なんだっけ、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あの金髪でショートの女の子がいるんですけど、本当に面白かった、あのキャラクターが一番好きでした私は。あのね、あのすごくテンポが良くて面白い映画です、おすすめで。今ネットフリックスで見れるものを5本かな5本紹介したと思うんですけど、ちょっと後編の方はそのネットフリックスとかっていう縛りをなくして普通に洋画のおすすめとして紹介していきたいなと思います。続きですね。でそっちの方はね10本ぐらい多分紹介するので、ぜひお楽しみにしていてください。ぜひね、あのネットフリックス、私もちょっとまだこういろいろ探索してるので、ネットフリックスのおすすめありましたらぜひ教えていただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。後編で、バイバーイ。